北京、川越市、北朝鮮が水爆実験の実施を発表したことに、常時、日本の軍国主義回帰の可能性を吹聴する一部中国、メディアが6日、日本の核武装化を牽制した。中国の大手ニュースサイト、新波網、は、同日、北朝鮮の水爆実験がもたらしかねない、様々な影響について、考察。その中で、日本は早くから核兵器を、発展させる野心と実力を、有している。足りなかったのは、その口実だけだった。北朝鮮の核実験実施は間違いなく、日本に絶好のチャンスを、与える、と主張した。中国の、里軍縮大使は昨年10月、国連総会第一委員会、軍縮、で行った演説で、日本が保有する核物質が、核弾頭1000発以上に、相当すると指摘。日本の一部政治勢力は、国際政治で影響力を、持ちたいなら核兵器を持つべきだと、主張し、核開発を絶えず求めてきた、と、述べ、日本国内の核武装論を、批判した。中略、続き、産経ニュース。お願いします。スマホの方は動画の下のチャンネル登録からお願いします。